午後2時20分ごろ三重県の桑名で気温が40度を超えました40度以上の観測は三重県内では初めてで今年全国で8地点目です東海から九州はきょうも危険な暑さが続いていて35度以上の猛暑日が続出しています熊本では19日連続の猛暑日に名古屋と京都では16日連続の猛暑日になっています 連日の危険な暑さによって体に負担がかかり、熱中症のリスクがより高まっています。できる限りの熱中症対策を徹底してください。